はい、皆さんこんにちは。古文ズルームのまさやんです。さあ、今日は接続助詞のつつやっていきましょう。一つ最初に書いてあります。同時並行、何々ながら。これってさ、多分今でも使うよね。ご飯を食べつつテレビを見るとかね。ご飯を食べながらテレビを見る。これは今でも言うと思います。なので、それ以外の B と C、二つ覚えておきましょう。まず、B、反復、何々手は。C、継続、何々し続けて。はい、ということで、丸一から丸三、傍線部を現代語訳しようの問題です。竹を取りつつ、思いつつ、雪は降りつつ。これらをそれぞれ訳してみてください。どうぞ。はい。では答え合わせしてみましょう。まず丸一、野山に混じりて竹を取りつつ、よろずのことに使いけり。まあ、有名な竹取物語の文だよね。これさ、どう？みんな学校で習った人もいると思うんだけど、逆に習ってない人はさ、竹を取りながらって訳したくなるんだよね。でもさ、野山に混じりて、野や山に入っていって、竹を取りながら様々なことに使ったって。すごくない？おじいさん。竹を取りながらいろんなことに使ってるってね。取った瞬間に何？それで敵を倒したりとか、取った瞬間それを火に入れてとかさ。そんなおじいさん、超人じゃないでしょ。なので、これは、反復。竹を取っては、いろいろなことに使ったよと。まあ持って帰ってね、様々なものに使ったんでしょう。丸二、女はこの男を夫にしたいと思いつつ、親の他の男と合わすれども、聞かでなんありける。ちょっとこれ、括弧の中は補ったんだけど、この思いつつ、これは、思い続けてです。女はこの男を夫にしたいと思い続けて、親が、他の男と結婚させようとするんだけれども、特にそれを聞き入れないでいたっていう感じです。さあ3番。田子の浦に打ち入れてみれば白妙の富士の高嶺に雪は降りつつ。和歌だよね。何にした？これね、言ってきます。ごめんなさい。実は A、B、C、どれでもないんです。はい、どういうことか説明するね。これさ、今言ったように、つつが和歌の最後に来てるでしょ。こういうのを和歌のつつどめって言います。和歌のつつどめ、和歌の最後につつが来てる場合、このつつはなんと詠嘆になります。何々だな。だからごめん、これはね、正直迷った人もいると思うんだけど、ごめんね。まだ言ってなかったです。ということで、ここで今覚えてください。知ってた人はできたかもしれないけどね。今覚えて。ということで、答えは、雪が降り続けているのだなぁっていう詠嘆の訳にしましょう。まあ、こういうね、ちょっと意地悪なことされると逆に覚えるよね。あいつと。あいつ、このつつ確か引っ掛けやがったな、あの時みたいな感じで覚えてくれると思うので、ぜひ、恨まずに頑張ってください。ということで、今回もお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。いじめられたけども、これに懲りず、よかったらチャンネル登録お願いします。それでは、さようなら。